はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、この子たち赤ちゃんがね、生後20日20日経ちましたんでね、お見合いを兼ねてちょっとまたこのね、網のケージで仕切ってみんなに慣れさせようと思いましてね、こちらの部屋に連れてきましたね。まだね、あんまり慣れてないんでちょっとおどおどしてますけど、本日はちょっとね、久しぶりにこのそうめん風豆腐をね、揚げてみましょうね。はい、お、ママハムがね、食べてますね、ママハム。おお。ママハムは食べますね。はい、来ましたよ。来ました、みんな来ましたよ。なんかこの檻がね、気になってるみたいですけど、これ。こっちのね、赤ちゃんのケージにはね、ひまわりの種とペットミルクとミルワームの乾燥したやつとそうめん風豆腐置いてありますんでね、匂いがすごい気になると思うんですけど、もう肝心な子供たちが来てませんね。お母さんが気にしてますね。あ、小ハムも行きましたよ、小ハム。どうだ。おお。またね、これ1日か2日やりますんでね、で仲良くなったらまたこの敷居を取ってね、解放しますよ。こっちにもね、そうめん風豆腐あげましょうかね。おー、食べる。ちょっとね、こっち場所取ってるんでね、この子たち、大人たちはちょっとスペースが狭くなっちゃうんですけど、ちょっと我慢してもらいましょうね、慣れるまでは。食べますね。子供たちは無関心ですよ、これ。こっち固まってますもんね。あ、そうめん食べたかな、これ。はい、といったわけで本日はですね、ちょっと慣らすためにね、お見合いじゃないんですけど、ケージの中で檻を作ってちょっと匂いをね、慣れさせるためにこうしてみました。はい、といったわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。